こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの一眼レフ用のレンズですね。エルマリウッドの R タイプ、35mm ですね、これはタイプ1になるんですかね。タイプ1というか、先細タイプの古いタイプになりますね。カムタイプが、ご覧の通りカムが1、2、3本ついてますので、3カムと言われるですね、タイプになっております。ライカフレックスから、ライカの R9 とかですね、一番最後の、R モデルまで、オールマイティに使える、カムタイプになってますね。で、もって、ソニーの α7 とかですね、キャノンの EOS とかにですね、アダプター経由でご使用いただく場合は、このカムタイプはですね、あまり考慮せずにアダプターをご使用いただければと思います。はい、ではですね、外観から見ていきます。外観はご覧いただいてます通りですね。まあ、おおむね、うっすらと使用感、経年感はありますけれども、このローレットの摩耗とかですね、塗装の劣化、文字消え、落として歪んだり、ぶつけたり、擦ったりしたような跡は見られない、おおむね綺麗な状態だと思っていただければいいと思います。はい。ご覧いただいてます通りですね。まあ、備品とはまでは言わないまでも綺麗な状態だと思います。はい。で、レンズも綺麗ですね。前玉、後玉ともに擦れ傷、ひっかき傷、コーティングの剥離、摩耗もなく綺麗な状態キープしてます。はい。で、中玉にも、曇りかいバルサム切れ、ちりほこりないですね。ちりほこり、ちょっとあるのかな？レイディーにですね、透かしてみるとですね、うっすらですね、このちりが見えますけれども、画質にですね、極端に影響するようなことはないので大丈夫です。はい。で、絞りの動きも、軽快ですね。はい。羽の痛みとか油の乗りもありませんし、ピントヘリコイドもいっぱいまで、滑らかに動きムラなく回っております。はい。付属品が、こちらは、リアキャップと、この、純正のフードになります。はい。フードはですね、こう、挟み込み式で、しっかり、装着していただけますね。フロントキャップだけ今回ですね、ちょっと用意できなかったのでご了承ください。はい。ということで、はい、ライカの一眼レフ用のレンズ、はい、エルマリート35mm ですね、の、はい、3カムタイプになりますね。はい、非常にいい状態のレンズではありますけれども、念のため、末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。はい。ということで、はい。ライカの一眼レフ用のレンズ、エルマリート R タイプ 35mm。はい。3カムになっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。